ございます。パンクでーす。こないだね、北赤羽にあるネパール料理のオキドキへ訪れました。カレーうどん？ネパール料理のお店でカレーうどん？何それ？店内に入ってね、店員さんにね、そのカレーうどんって何ですかって聞いたらね、ネパール風のカレーがかかって、それをね、混ぜ合わせたなんかカレーうどんらしいよ。だからね、早速それをお願いしました。辛くできますけどどうしますかって聞かれたからね、どれぐらい辛くできるんですかって聞いたのよ。そしたらね、ひどくできますって言われた。ひどいって何？それなんでね、今回ね、カレーうどんのね、激辛レベル、ひどいよね。挑ませていただきました。それじゃあね、食べる前に。ちょんまさくん。説明しよう。ちょんまさことは、限界を超え、より政子に近づくことを指す。このレベルまで達すると、いくら周りが政子と言おうが、すでに本物と同じステージに立ってしまっているので、ジャスには響くことはない。超政子の恐ろしさを見せてやる。あのね、仕事忙しくてね、全然美容院行けない。もう会社が悪いですよ、これ。だからね、今日はね、本当に超まさく。それでね、食べてみた感想はね、痛くはないけど、辛さのね、重みが半端じゃない。さすがね、ネパール料理系のね、激辛ってね、やっぱり重いね。久しぶりにね、この辛さをね、体験しました。味はね、やっぱりね、なんかネパール系のね、ちょっと酸味もあるんで、なんか女性向けのカレーかもしれない、このカレーの味は。ヨーグルトを入れればね、さらにグーって感じのね、カレーだったよ。でね、うどんはね、ちょっとね、柔らかくてコシはない。でもね、味はね、いけるよ、これ。それでね、なんとかね、これでクリアできるかなと思ったらね、カレーのね、ルーが下にいっぱい溜まっててね、まあ、この辛いのがね、かなり続いた。量的にね、この辛い部分がね、相当入ってるよ。店員の人はね、ネパールの人でね、頻繁にね、大丈夫ですかって心配してね、声かけてくれたのね。でね、汗いっぱいかきながらね、大丈夫ですって食べてたらね、またね、来てくれたらね、もっとね、ひどくできますって言われて。あ、じゃあまたよろしくお願いしますってね、答えてよ。とてもね、お店の人たちはね、優しい人たちでね、楽しいね、ランチを取ることができました。辛さのね、レベルはね、3で、どっちかって言ったら3強。で、痛いというよりもね、もうずっしりくるね、辛さがね、お腹に応えるからね、もしこれを食べたいと思った人はね、気をつけた方がいいと思います。それでね、最後にね、ももをね、注文しました。ももってね、ネパールのね、餃子なんだよ。このマスターソースみたいなのね、いやー、これをかけながら食べるね、ももはもううまいわ。肉汁がいっぱい中に詰まっててね、小籠包みたいなんだけど、やっぱりね、中華に近いけど、なんかアフリカ料理っぽい味するのよね。で、このね、ソースをね、つけて食べるとね、もうほんとたまらん。それでね、最後にね、デザート出てきたのね。あ、オレンジのゼリーと思ったんだけど、味がね、30円のさ、あんずのアイスの棒のやつ知ってる？あれの味にそっくりなのよ。このデザートね、すごく変わってた。このお店はね、すごく有名でね、世界的にもね、長年知り渡ってるらしいよ。それなんでね、
あのね、マイケル・ジャクソンもね、昔ね、訪れたことがあるんだって、わざわざこのお店に。そんなね、すごいお店でね、激辛のね、広いレベルを食べれてね、ファンクとってもね、感激です。またね、北赤羽に来た際は、お邪魔したいと思います。今夜ここまで、ジャニー。